はい、これ買いました。これ変換プラグですね。変換プラグね、これだけでだいたい700円ぐらいでしたね。送料込みで、っていうか送料無料だったのかな。これで A タイプ、 B タイプ、 C タイプ、 O タイプ、 BF タイプがね、これ一つで全てが賄えます。でこのね B タイプがねない場合が多いんですよね。ちょこちょこ調べていくと B タイプがなかったりします。なのでこれだったらしっかり B タイプもあります。というわけでちょっと見てみましょうか。これですね。はい、これが A タイプって分かりますからね。250V ね、 A タイプ、これ日本ですよね。日本要するに、はいはい。でこれは B タイプ、はい。これが C タイプ、はい。これが O タイプね、はい。でこれが BF タイプ、はい。こんな感じです、はい。もう海外旅行行かれる方、もう海外で活躍される方は必須アイテムですね。マストアイテムですね。でこれ変換プラグではあるんですが、変圧器まではついてないんで、こういうの大事になってきますね。これ僕のこの、ハンディカムの充電器なんですが、これはい、100V から 240V ね、はい。こういう場合は使えるんですね。こういう場合は使えるんですが、僕のね、純正じゃない、後で買ったこのスマホの充電器、これがね、100V 対応なんですよね。なので、これは使えないっていうことですね。この AC のところが 100V になってるでしょ。こういうのは使えませんということですね。ここ見るとね、ここに書いてるんですよ。日本国専用ってね。日本国内専用ってね。なので、こういうところ、これを使う場合は、やっぱ変圧器も買わないとダメなんですね。こういうやつやったら世界共通なので、240V まで大丈夫ということなので、これだけでいけるということですね。で、今回僕は、どこの国に行くかわからないですが、海外旅行したいのでこれ買いました。よかったら参考にしてみてください。このね、全部マルチタイプとかあるんですけど、これはね、操作に迷うことはないっすわ。これずってこう刺すだけですからね、はい。というわけでぜひ参考にしてみてください。ここにね、ここに挟めばいいんですね。例えばこれだったらね、これだったらこうここにこうですね、はいはい。これにこう挟めて、これをあとは海外のね、ホテルにズボッてさせばね、いけるんですね。なので操作に迷うことはないです。これもね一緒ですね。こう差し込んで、これ B タイプ、はいはい、差し込めました。であとはこれをねズボッて差せばいいですね。まあ海外旅行行ったらそのホテルでもこれ使おうかなと思いますが、まあ今なんかメインのところはどこもマルチタイプなってるみたいなんで、使わなくてもいいところも多いみたいですけどね。まあ600円700円で買えるんで、こういうの一つあってもいいかもしれないですね。はい、以上です。参考にしてみてください。